京でーす。1月1日、ブルックリン、ハイツ、プロムナード、来ました。1月の1日ね、ニューイヤーです。あ、ハッピーニューイヤーです。明けましておめでとうございます。ここ何回もね、ご紹介してますが、マンハッタン島がね、西側に見えて、こちらがブルックリン側、東側ですね、のところにちょっとね小高い、丘になっているところ、ブルックリンハイツ、一応ねちょっと高級な、住居地です。まあ趣のあるね、非常に、1800年のね、中終わりぐらいにね栄えてったね、丘町並みで、でここからプロムナードって言います。ここから、ブルックリンブリッジ、パーク、ピア1がねここからちょっと見えますかね。で少しね縦断するような感じで、向こう側に見えるブルックリンブリッジ、歩いてねマンハッタン島までね歩こうかなと、ね、思ってます。もう1月1日はねなかなかねちょっと恒例になっていて、僕にとってはなんかなんつうんですかね、初詣みたいようなそんな感じですかね。毎年ねちょっと朝早く朝一番でね、日の出とともにみたいような感じで、来てるケース多かったんですが、ちょっとね朝方、曇りで天候もあまり良くなかったので、まあ日中にねしました、というような感じで、ここから、しばらく、ブルックリンをね散策した感じで、まあ皆さんにねニューヨークの、元旦お正月、2024年お届けしようかなと思ってます。それではちょっと今タイムラプス、撮ってます。まあこれインスタ用ですね。あ、インスタ、一応ね毎日、上げてます。まあニューヨークのね風景、毎日今2500ぐらいかな、45年にわたって毎日という感じで上げてますので、まあ、そちらの方もねちょっとご覧いただいて、まあなんとなくね、ニューヨークの、空気感が伝わるかなと思ってますが、レトリバーがなんか下ってますね、ここにね。はい、このまま、ブルックリンブリッジパークの方までね、歩いていこうかなと、思います。まあまあ、よく本当に年間何回もここ来ますね。まあ、観光で来られてもね結構このブルックリンハイツプロムナードあんまり、来るケースないかもしれないですよね。まあ、あのブルックリンブリッジ、A ライン A と C かブルーのライン、マンハッタンミッドタウンから来ても、まあ、10分ぐらいで着けるんですよ。ハイストリートっていうところで降りて、住居地をちょっと歩いて、で、ここのね、プロムナード、このねプロムナードってこの BQE っていうハイウェイがフリーウェイがねあるんですけど、そこのね上、まあ、屋根になっているところね、こういう感じで、公園にね、してます。ちょっと後ろ向くとこんな感じ、なので、9-11 メモリアルの時とかね、確実にねここに来て、写真を撮って、まあ、ブルックリンブリッジの方まで行くみたいなねこんな感じですが、ここからねオールドピアってね、あるんですけど、そこもよくね写真、夕方、撮りに来ます。まあ、ニューヨークの、ね、撮影スポットの中で、トップ5の中に、ね、入りますかね。非常に綺麗なね、ふとピアの、ね、残像残ったところ、まあ、杭だけ残ってるところがね、あるんですが、そこに行くのに、この今プロムナードを出てから、そのままね
スロープをね下に降りていっちゃうとブルックリンブリッジの方にね、まあ、最終的にはブルックリンブリッジ行くんですが、少し、公園をね縦断、ちょっとマップ見るとねこんな感じですね。ちょっと出しますか。はい、でスクイブブリッジっていうのがあって、吊り橋ですね、吊り橋みたいなやつですね。ちょっとこっから見るとそこにあるですね、見えるかな、見えますか。はい、ここです。今ジョギングしてる人がね、走ってきてますね。あそこを通って、そのままブルックリン、ブリッジパークの方までね行くっていう、感じなんですよ。そこのところね、今少し詳細を皆さんにお見せしながら、ちょっとね分かりにくいっちゃ分かりにくいですね。もう一回こういう感じ、はい、こういうことですね。はい、そうですね。またまたねすごい曇ってたんですが、ちょっと雨もパラパラみたいような、そんな感じだったかな。なのでちょっと今日朝一来るのはね断念した、朝日言ったか。はい、ということで、これ右手の方に、こういった公園があって、でこのままスロープをまっすぐ行くと、今ね見えますかね、ブルーの、ブリッジがマンハッタンブリッジ、その手前にね、ブルックリンブリッジが見えます。で今ここに、ミドコロンバ、コロンビアハイツ、ここのところを、左手に降りていくと、こういうことですね。ここですね。ここちょっとキーポイントです。でここから、さっきの、スクイーンブリッジのところをね、渡っていくとちょうどオールドピアのところに着くっていうところですね。はい、というような感じで、あそこも、まあ、ここでもねちょっと撮影しながら、あとはタイムラプスも撮りますか、映像も写真もちょっと撮りますか。今ねちょっと GoPro で撮ってるんですが、下降りたぐらいで、ちょっとリミックスにね変えますね。で、ジンバルも外付けつけて、行ってみようかなと、思います。ここ降りてオールドピアのところから、リミックスにちょっと変えますね。はい、ということで、一応ジンバルはあのスコープミニ使っています。はい、こういう感じ。それで、釣り橋ではないですね、釣ってないですからね。はい、まあ、こんな感じでちょっとそこまで行ってもう一回戻って、僕はちょっと撮影しますからね。はい、というような感じで右手見ると、ブリックリンブリッジが見えてますね。マンハッタンブリッジもちょっと見えてると。で、こうやって見ると、ロアマンハッタンの一望という感じですね。はい、ちょっと一回切りますか。はい、ということで、スクイープブリッジ、ちょっと撮影して、タイムループス、から写真とね、でこのまま今ね左手の方に、オールドピア1見えてますね。まあ、杭だけが、残ってる、感じ見えますかね。はい、ね満潮干潮でねちょっとあの杭の、出具合がね変わったり、あとはそうだな、シーズンによってもね、多少、雲の具合とか夕日のね、具合とか夕方ねちょうど日が落ちるときがね一番綺麗なんですよね。から、夜景にね、なるところちょっとね、後ほどまあまあ今日はねあの昼間の感じをね、お届けしつつ、まあ、間に、夜の、まあ、以前撮った、写真とかもねちょっと挟みますかね。はい、というような感じで、はい、
遠目にね、自由の女神がね、今見えてますよ。で、オールドギア1、1っていうぐらいですからね、その向こうに2、3、4、5、6まであったかな、各ね、それぞれ、異なった用途でね、以前あったね、ふと、ピアノのところを公園にしてたりとか、スポーツ施設にねしてたりとかね、なってます、という感じで、はい、こういうことですね。ちょっとこのままこれ置いて、こんな感じでちょっとしばらく名乗りますか。渡ってきたスキーブブリッジが、ね、見えます。ブルックリンハイツは、こういう感じで、そこの向こう側にねありますね。はい、というところで、オールドピアを抜けて、今ねルームキスにね変えました。ここから、ブルックリンブリッジパークを通って、まあ、ブルックリンブリッジをね横断しようかなと、思います。はいはい。
度下がり気味だね。はい、こんな感じか。うわ、結構な。はい、ちょっと微妙にねマイクつけてないので、音微妙かもしれないですが、このままずっとねあんまり喋らず撮影に、専念しようかなと、思います。一応 GoPro よりちょっとねいくらジンバルとはいえどもね、ミラーレスで、ジンバルつけてるのでちょっとね重いっちゃ重いですね。はい、こういう感じ。はい、
いいじゃん。